この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。はい、始まりました。よいしょ、皆さんこんばんは。何それ、かぶる、何それ、戻ってきたよ、おかえりー。今日はなぎなぎがいます。帰ってきたよ。ただいまです。帰りなさい。帰りなさい。あ、やばい、体調不良。あ、ちょっと帰ってきてどうですか、久しぶりのモイクロセックス。そうですね、安定っすね、はい、どこ行ってたの。え、どこ行ってたの。アートネット。あ、違う、おい、ふざけんなよ。今日は 1.3 時がテンション高いっすね、めちゃくちゃ酔ってます。カツラですか。それか。え、どれ。俺じゃねえ。え、あれでしょ。リーブ21でしょ。高須クリニック。え、整形してきたの。してないどこ、まあ別にどこも行ってないですよね。ヒゲが、あ、ヒゲがある。ヒゲある。俺ベリちゃんタイプ。知ってるんだ。ガチすぎる。リアルすぎる。知らないけど。めっちゃ可愛いよ、ベリちゃん。リアルすぎる。そうなんだ。行ったことないかな。あれ、タコさんいましたか。ガチ登りました。いました。いました。あれ、ここ全員登った。俺の、俺登ってないから。僕らいましたよ。タコさんきつかったっすね。めっちゃきつかったっす。なんか唯一の助けってさ、おじいちゃんおばあちゃんの通り過ぎたけど。あ、おはようございます。平和な挨拶。すげえ平和だった。どうしよう、俺だけ話ついていけない。そう、行ってないもんね。帰ろう、帰ろう。一緒に来ればよかったのに。そうだよ、帰ろう、帰ろう。行かないわ。でね、今日はなんと、なんと前回言ってた企画があります。イエーイ。後半には僕が個人的に持ってきた、ね、企画もあるので楽しみにしてください。とりあえず前回言ってた、なんとね、はい、なんとマークが加えてるこれなんでしょう。バナナスプライト。はい、はい、やりましょう、一応企画としては、あのバナナを食べた後に、スプライトを飲むと吐く。吐く。しかもすごい勢いで吐くらしいです。本当なのっていうね。そう、あの、僕はムービーしか見たことないですよ。ただ、はいはい、すごい勢いで外人さんが入ってました。マーライオンみたいな、うおーってなってたんで。ということで、はい、一応バナナも2本で、これね、はい、スプライト。あ、消えてる。消えてる。あ、やっぱ消えるんだ。スプライト、はい、これスプライトっす。500ml のペットボトルなんですけど、どうなんですかね、これ実際やったら。まあちょっと、行ってみようじゃありませんか。皆さんどう思いますか。吐きますか。あ、優しい。吐きますかね。じゃあもらって。あ、すいません。それとも普通に終わるのか。どうなんですかね。メントスコーラはやばいんだ。メントスコーラはやりすぎる。なんか、じゃあ、メントスコーラ聞いていいですか。何、吐いてる光景って大丈夫ですかこれ。あ、大丈夫。ナマケおばさーい。言うね、俺多分まず入った時点で嫌われるからね、視聴者に。大丈夫、あの見えないとこで。そうだよ。違う、いや俺ね、下手したらもらいゲロしそうだよ。飲んだ後だから、ね、みんなもゲロ。全員的に、まあとりあえず入ってるところでちょっと隠します。じゃあ音がさ。放送事故すぎるよ。酔っ払ってるからいいけどさ。とりあえず一回バナナ食う。抜いといてあげる。2本一気に食うんだよ。一回じゃあバナナ食べてみます。あ、いい匂いバナナ。地味に。実地味、味はどうですか。すげえ。いや、なんかでも食べ方が本当にあれっすね、本物っすね。本物の食べ方ないんだ。いや、ちなみにこのバナナローソンで買いました。やばいらしいですよ。マジ2本目、2本目。まあ、て3本目はこれ渚くんの私立。俺の個人的に、これ食べてもあげる、あげる、あげる。これバナナ、バナナを1本目食べた時点でもうちょっと吐きそう。すでに早いよ。で、ちなみにこれ一気飲みだからね。まあ一気、できる範囲でいい。できる範囲で、うん、さあ、ビンダーですね。スプライトオープンいってみますか。炭酸強いですからね、これスプライトビンダー。あ、いいですね。うん、オープンされました。結構いった。ああ、いいですね。ちょっと飲んで。さあ、どうすかね、これ、どうなるかな。いける？準備 OK ですか。まだ。どうぞ、今の心境一言。バナナ美味しい。怖い。
じゃあいきますよ、いいですか。グイ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 。すごい勢いで行ったら今あれ行った大丈夫ですか、これリアルにやばい、やばい、ダメダメ、あダメダメ、あかんやつらしいです。マジなやつ、マジなやつ。さすが。あとね、今日ちょっと営業中にね、マオ君まあまあ飲んでたってのもあるんですよね。いや、でも大丈夫そうです。え、どういう感じなの、泡がすごい、泡がすごいんだ。早く発泡一気に行くするとこです。一気に行くね、スプライト、あ、黒しです。よし、こい、グイグイグイ、よし、こい、塩積み、塩積み、グイグイ、よし、こい、あれ、巻き込まれる、グイグイ、よし、こい、グイ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 、よし、こい、グイグイ。とりあえず飲み込んでから、それとりあえず飲み込んでから。めっちゃ入ってる、うん、まさか自分に来ると思わなかった。思ってません。いきます、いきます。せーの、グイ、負けといてね、グイグイグイ、よしこい、グイ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 、よしこい、グイ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 、よしこい、グイ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 、よしこい。あー、あれ、おお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 お、2人中2人入った。マジか。あ、結構強烈、威力やばいですね。ガチじゃん。へえ。あ、やばい。え、どういう感じなの、胃袋。え、あの中で泡がすごいってこと。じゃあなんかもう胃袋に入る前に、なんか出てくる。あ、とりあえず取っといて、それ取っといて。これどうする。あ、なぎなぎ、それちょっと取っといて。あ、おかしいだろこれ。すごい、2人中2人入った。じゃあ結構やっぱり泡が戻ってくるみたいですね。あ、俺なんかまあ、やって気づきましたけど、まさかごめんなさい、バカにして。これやばい。あれ、マジか。え、なんかもう上がってくんだ、シャーって。もうボンってなる。ちょ、なんか例えで言うならもうジュンジュワーって。え、ちなみにシャンパン飲んだ時どっちがきついの。シャンパン。あ、こっち。なんで分かれんだよ。なんで分かれんだよ。あ、多分バナナの個数によって威力が違うんじゃないですか。いや、でも1本でも結構入ってたよね。もう1本、もう2本だから。まだお腹いっぱいだもん。何も食べない、もう一回いく。無理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 。じゃあ一応ね、検証結果、バナナスプライトはやばい、やばいですね。吐きます、吐くらしいです、はい、本当だったみたいですね。ゲップですもんね。せーの、いや、せーの、大丈夫、大丈夫です。大丈夫で、結果、スプライトとバナナは別々で食べた方がいいって。まあ、まあ、そうですね。そういうことなんだよね。組み合わせる人なかなかいないでしょ。でしょうね。まあ、またいろんなね、検証やってみたいと思いますね。次回は、いくつくんかな。で、俺さ、炭酸系だったら本当に吐くよ。いや、また炭酸じゃないやつにしましょう。だって俺一回、だって昔の桃色クローバー Z でコーラ一気飲みして吐いてるからね。いや、今度は炭酸系じゃないやつ。何、お酒とか。まあ、ちょっとまた考えてね。あれやるの、シナモンなんちゃう。お前だからシナモン食えねえんだって。シナモンパウダー、シナモンパウダー。いや、俺シナモンやるんだったら俺キノコがいい。ああ、キノコ。でもキノコはなんかちょっとほら、キノコ加えたらどうすんの。何がいいだろうね。あげるない、やだ、放送事故じゃないな。腐っと腐らせてから。はあ。例えば生の唐辛子からかじったら辛いのか。いや、それ辛い決まってるんすよ。あんま辛くないと思って。バカ、俺お前辛いの食えないんで俺。だから楽しいじゃないですか。そうやってさ、まあいいよ、やろね。よ、さすが。まあ今日は検証結果、はい。ね、バナナスプライトはちょっとやばいと。皆さんちょっとやらないでくださいね。今回はちょっとこうなっちゃったんで。ちなみにバナナは美味しかったですか。バナナも美味しいです。美味しくないよ。ゲロは好きなくせに。味もなんか考えられないぐらい勢い強いんで。スプライトは味はしないんだ。うまい。うまい。スプライトうまい。スプライトうまいけど、ダメ。
まあバナナと組み合わせも悪いと。ガチじゃん。ガチじゃん。あまあちょっと営業中結果飲んでたからね。そうですね。ゲテモノ送ってあげようか。ゲテモノ多分俺ね、うん、いける。ゲテモノ食べてくださいって言ったら多分つまんないよ番組的に。俺普通に食うから。え、カニの生とかやばいんでしょ。生カニ？生ガニは色がおかしいから。ああ。ハトもやばいんでしょ。ハトはケンタッキーのもっと取り臭くした感じ。なんかこっからこう半分がこうお皿に乗ってくる感じなの。そう。ハト料理みたいな。ハトサブレサブレみたいな。いや。あれで食うの？ハトサブレ。でもなんか。ない？こっから半分で。ハト横に切ったみたいな形の。でもあれでもなんか確かにそうっぽいけどな。ああいう感じで出てくるのかなって。まあ。否めないよね。でなんかあの新宿の区役所通りの近くに新なん上海シャオツっていうもう本当にあるお店で、あ中国っぽい。高校生の時に一回行ったことがあって、うん、鳩の肉を半分頭の部分残したら出てるんだ。店員さんに あんたはこれもったいないよっつって、脳みそ白子みたい美味しいって言われて。あ実際どうだった？食った？いやなんかつぶつぶしてた。ハトも食べるみたいですね。フランスかわかんないですけど。うん、どうした？なに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 ？どうしたの？ケテモノ通信サイトだから虫系行くね。ああ。虫系一君食えない。四角花瓶って言ってんじゃん。ちょっと一回持ってきてみようか。いや俺さ、じゃあ一回、じゃあ去年か一昨年ぐらいに、あのハワイかグアム行った、あの自分のお客さんじゃないよ。あのあるキャストのお客さんがグアムかなんか行って、あのなんていうのこの本当コオロギみたいなやつあるじゃん。虫の佃煮みたいなやつを買って、イナゴかな。あでも僕の地元のイナゴの佃煮普通に食いますよ。お前、買ってきたもらったやつをお土産で食べたんですけど、やばい、くせえ。虫ね、虫もちょっとやってみたいですよね今後ね。まあちょっと痛い。多分それ俺やったらつまんないからいっくんとかにしようよ、うん、期待してみてください。イナゴの佃煮僕もちょっと結構食ってるんで、意外と言ってたんで。そんでちょっとそろそろあの僕からの企画ね。そう今日はねなんとねちょっとあのなぎなぎに企画2個あるんですよ。なぎなぎに本当試してほしいことがあるんですよ。これ本当聞かされてないですからね。ちょっとこれ CM の間に一回着替えてほしいんですけど。着替える？なぎさくんにこれをね一回履いてほしい。もうなんでだよ。これわかりますか？見えます？ふんどし。おかしいでしょ。ふんどし、昔からのね下着ですけど、履いたことないよ、ね、それ検証したかったの。CM 中にお手洗い借りてこれを履いて、でズボンも履いて着て感想を聞かせてほしいんですよ。ちなみにこの企画ずっとうちら言われてたんですよ。俺の検証したいものがあるから今日やるよって言われてて、はい、こっちの4人誰も聞かされてないよ。今ここで発表された、はい、びっくりした。ふんどし、ちょっと開けてみますね、これ。ふんどし履いたことある人いますか？いや、ないでしょ。いないですよ、絶対。はい。なんか今はね、あの女の人用のふんどしとかも出てるぐらいなんで。いや、でもね、男もんでもね、面白い下着いっぱいあるんだよ。あの、たまたまあるじゃん。あれにこう、つけるブラジャーで、たまじゃーっていうやつとか。あ、なんか意外とでかいっす。履き方わかんないし。いや、簡単でしょ。あの、ここに書いてある。説明書きがあった。だって腰に巻くだけじゃないの。別になんかこれあれだよ、裸エプロンにしてきてもいいんだよ、ね、いやいやいや、でもほんとちゃんとこれ履いた後ズボンも履いて。ああそうです。で普通にこれ裸エプロンだとほらギリギリ隠れるじゃん。裸エプロンにしよう。赤い、いけるこれ、もう大丈夫。大丈夫です。じゃあ CM の後行こう、CM 行こう、いやまだね CM。 なんでもなんでこれ。じゃあ何か着替えてね。はい、じゃあ行きましょう。じゃあふんどしの感想 CM 後です。 CM。お前のことが好きやけん、ずっと一緒にいるさ。今月書いてマジなんだよ。お前の太陽に俺はなりたい。ダメかな。誰の女にもなるな。俺の女じゃない。プロポーズされたいならソウル。どうやったら売り上げ上がるんすかね。ぶっちゃけ給料いくらさ。やめよお前に。忙しいから。その時はいくら。あ、これ150万くらいかな。実はいくらさ。あれ15万。給料いくらさ。あ、15万。賞金 80% バック入店祝い金高額試験 BS グループ。
早いよ開けんの。まだちょっとね、まだ終わってないんだよ。終わってないみたいなんで、うん、早くなぎさー着替え中、そのフルチンで出てくるじゃあもう面白い、全裸だよ全裸、一くんピースしちゃって。実際どうなんだろうね、実際どうなんだろうね、ふんどしってのは。いや絶対すがすがしいって、なんかスースーしそうだよね。いや案外気持ちよそうだなと思って、あのふんどしの付け方はこの袋に書いてあったんですよ、それに書いてあるね。一回見して、あれなんだ、前で縛って後ろから持ってきてこうなんだ。そう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 、あ俺前で縛ってなんかやんのかと思って。違うんすよ、なんか紐をお腹のところで結んでこれさ、前にグワッて引っ張ったらさうわってなじゃあやってみたいねこれちょっと早く早くしろよそのままでいいから早く来て引っ張っちゃダメなやつだね、これは確実に食い込む食い込むね、ティーバッグ逆に履いてるパターンみたいな。そうですマジ汚れキャラだよね紐ほどけたらヤバいやつだね紐パンみたいな感じ。おかまみたいな、お高ださーい。せーよ、米超えたわ。あ、蒸れなくて、あ、おかえり。あ、おかえり、どうどう、なんなんですかねえ、どうなの、え、やっぱ気持ち悪いの。え、後ろ食い込んでる。あの、うん、ぶっちゃけの感想が、うん、まあ、長いじゃないですか、うん、左に今寄ってるんですよお前バカ、じゃあ俺じゃなくてふんどしが、あーあー、どっちかに寄っちゃうの。え、なぎつぶが左に寄ってるのかそうつむつむのチムチムがなぎつぶのチムチムじゃないやばい、フィーバー起こすよ、フィーバー。え、あの、どんな感じ、スースーする。まあ、なんかノーパン。え、ってかノーパンなのか。いや、ちょっとノーパン。え、なに、脱いでないの。ないですか。え、パンツ脱いでからやったでしょ。そうそう、え、あれ、そのパンツは、そう、脱いだパンツ。これさ、教えないっすよ。ちょ、待って、探しろ。教えないっすよ。でもどうなの、あとは。別に特に、履いてみても違和感はそんなないっすよ。ねさ、ちょっと、チラッと見せて。一回出そうよ。一回、全部バッて。全部じゃなくて、チラッと。チラッと出そうよ。まあ、うちらに言わないで、企画したのこの人から。寄ってる、寄ってる。何ですか、待って、待って、正解。ほんとだ、赤い、赤い、赤い、すげえな、赤い。ここだけでいいっすか、もう全部。ねえ、つまんないから全部やれよ、じゃあ、シンプルで全部出してよ。ちょっと一周して、くるっとくるっと一周して。ねえ、ふんどしの状態にくるっとしてよ。そのまんま、くるっと、はい、赤い。それさ、前垂れてんの。赤いな。え、でもさ、垂れてるの。なぎさ、垂れてるの。これ、視聴者の人は多分、うん、ふんどしを履いてるっていうよりも、あ、こいつもともと赤いパンツを履いてるんだなって思っちゃう。前の垂れかけみたいなやつ。そう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 。いい感じ、いい感じ。これで前向いて、これで前向いて。いけいけ、ちょっと、チラッと、チラッと。これで前向いて。チラッと、一瞬でいいから。これ引っ張ると全然どうなの。あぁ、そうなんだ。引っ張るの、これ引っ張るの、まずい。バカじゃねえ。痛いの。え、痛いの。え、デカツも潰された感じ。デカツも、デカツもが。え、それ、例えば普段、気分変えたい時とかに良さそう。良さそうか、良さそうじゃないか。あ、OK、良さそう。えー、これ何の検証なのこれ。いや、本当に意味が分かんない。ふんどしがいいか悪いかの検証なの。なぎなぎにふんどしを履いてほしかったんだよね。ああ普通だな、うん、結果、あと何、まあ、ふんどしっては実際どんなもんかと。いや、まあ、でも俺ふんどしってもう上半身裸で、うん、もうふんどしだけって見えちゃう。 あ、そうですね。いや、なんかね、その日本男児特独特のね、独特のね、腕組んでる。しかも昔から使われたってことは何かしらこう利点があるんだろうなって。そのいや、でもで今視聴者さんからなんですけど、なんか玉の温度管理がブレないっていうことと、玉の温度調節がすごいいい感じにできる。夏とかいいですね。え、これめっちゃめちゃぶりなこと言うと、多分日本男児特有のそのね、
ふんどしの仁王立ちで腕組んでるのを見たいなっていう多分視聴者の方がいると思われるんだけど、いやいやいや、でもそれだったら放送するから大丈夫。ま、マジまたバナナ買ってくんの？スプライトと一緒に大丈夫、じゃあ口移してはっけど。でもなぎなぎそのふんどしはプレゼントするんで、いらないっすよ、もう。例えば、勝負時とかにね、これをちょっとついてきた付属品なんで。なにこれ、勝負勝負男気これを貼って、例えば、締め日とか、イベントとかにね、臨んでほしいなと。今月昇格祭じゃん。あ、そうっすね、10月。え、じゃあもう、ふんどし一丁でさ、こうやって隣に座って、え、俺昇格祭ふんどし営業。あ、これ股間に勝負貼って背中に男気って貼れば意味がわからない。それはね、捨ててもらっても構わないんで。あ、全身タイプのあの肌色のやつけど、本当に人に言うだけ言うな、お前は。なんか、何も今日ふんどしっすよとか言わずにこっそり勝負の人に中に入ってるとありかも。いや、バレますよ、だって長い赤いのこっちに寄ってるんですから。ビビるよね、だってさ、脱いだ瞬間ふんどしなんでしょ。ビビりますよ、まさかこのご時世にふんどし履いてる人でも使わないから内容脱がないから。しかもさっき真央さんに思いっきり引っ張られすぎて急いで履いたから真ん中に全部集まってもっこりしちゃった。あれすごい、確かに。あれやばい。ちょっとこの映像でちょっと分かりにくいけど、うん、まあそうっすね。マオ葉っぱ一枚。あ、ね、絶対拾うと思ったもん。俺見た時に絶対拾うなってこいつって思った。葉っぱ隊でしょ、葉っぱ隊。大丈夫、原田泰造とかいるけど。やったやった言うけど、うん、これ別に俺じゃなくてもよくないですか、この企画。まあちょっと前回休んだ分ということでね、肝臓ピンクだし、肝臓ピンク、まあ、結構僕が見た中やっぱなぎなぎファン結構多いんで、ファンサービスっていうことでね。これは、でまあ、ちょっとね、色気もありつつ、チラ見せ、チラ見せ、多分この燃えるクローゼックスで、パンツとかふんどし出したのは、ヒカルと渚ぐらい。あ、そうだ、うん、あの人だって俺と二人きりでやった時も、常に脱いでたもんね。パンツ一丁とかあったからね。ああ、まあ、なりたくないです。まあ、キャラがあるから、魔王もだよね。あ、魔王も脱いだわ、そういえば。え、そうだ、魔王も一回脱いだよ。パン1で天空やった。二人でやれた、痛いっしょ、めちゃくちゃ痛かった。あった、ああ、見てくれてたんですね。キラキラナイトフィーバーからまたこれももクロに変わった時に、だって一回だって抜いてここになんか文字書いてあるじゃん、うん、なんかまた見てねみたいな。あれあれなんか角みたいなあんじゃん、入れ物ここになんとか族とかがこうつけてる。何わかんないっすか、なんですか、そ角みたいなさ。さあ、お前バカじゃん。とかもね、あったらね、あると売ってないんじゃないかな。ちょっと待って、これ出してきて誰が飲む。ちなみに、ふんどしはドン・キホーテで買ったんですけど、角の入れ物はなかったですね。あったら買ってきたんですけど、それはなかったね。焼け酒や、焼け酒や。一人でほら、タランチャラ飲んでるからね、渚くん。ほら、あ、それ誰だ、これ CG で消えてるわ。あ、なんかね、さっきから結構あるんですけど、行くときはアップって言ってますよ。無理です、アップしてだって。無理です、アップしてくださいよ、イキト君、アップしてください。なんでアップにするんですか。あー、なったなった、ダメだよ、眉毛なくなってるもん。今さっきダブルセットにすると、この子眉毛ないから今日。でもダブル、さっきダブルでって、二人ダブルでアップ、うん、はい、いや俺もさっき大丈夫でしょ、絶対アップないでしょって俺落としてきたの、今日言ってたから。アップないでしょって言ってたのに、ま、なんでアップにすんの。ほらめちゃめちゃできる。ダメでしょ、消しちゃったの、ゴリラ違反的な。バカじゃないの。ウホウホ言ってたって。ウホ。でもあれですよね、行くときはあんま可愛いって言われることあんまないっすね、珍しいっていうか、ね、顔しかったらかっこいいとかね、イケメンって言われちゃう。ジャンジャンのもんじゃん、はい、かわいいじゃん、だからいいじゃん、ジャン。あ、ゼックスで可愛い系って言ったら、一くん飲めないなら俺飲むよ。俺飲むよ。あ、どうぞ。グイ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 、結果飲むんだ。でも一くん、やえば可愛いって。あ、え、やえばあったっけ。あります。え、いいっすよ、アップアップで。いや、俺映さなくていい。俺いらないから。セットで入る。
そう、今日前がないんですよ。前がやめてください。やれば あるね。久々に飲んだタランチュラ、まずいね。ウィンク、ウィンクしちゃって、マンバーアップでウィンクして。マオさんのアップのウィンク欲しい。一回ウィンクしてみて。え、してんのそれ。え、目開いてんのそもそも。ちゃんと目開いてちゃう。お、お、ベジキャラ入ってる。かっこいい。やばい、眉毛ないんだよ。ね、でもあんま分かんないよ、うん、はい、マオくんのウィンクでした。マオサファリパーク。それはひどい、それはひどい。え、大丈夫、入場料1万8000円ぐらいだけど。お前、早くこっち飲めよ。だまずいんだって。大丈夫です。なんなのそれは。スプライト入れてきたんですよ。ウーロン茶とスプライトだから。ウーロン茶スプライト、まずいよ。混ぜてないね。あの、今後やるとしたら何がいいですかね。だって、はい、コーラメントスまだある。炭酸はほら一回。いやだから俺もやんねえよ。やってないでしょ。来週だって俺なんでしょ。いや来週じゃなくてちょっと、ね、あ、ほんと、うん、コーラメントスやんなくてもコーラだって一気飲みして俺ゲロ吐いてんだよ、だってここで。それやばいっす。なんかないかね。またあったら、はい、コメントしてくれれば。どれだけ食べれるか。あの、個人的に僕は考えてください。ご飯も食べれてる。意外と就職なんだ。ヤクルトやってみようよ、ヤクルト。あ、次ヤクルトやろっか。ヤクルトだ、ほら、なんか何本までしか飲めないって人間決まってるらしいから。渚に飲ませようね。ゲロ吐いちゃうんだって、勝手に。ヤクルトですか。そう。ってことで、また来週、10月21日、渚か、食事に昇格さんお願いします。昇格さんでーす。じゃあまた来週、バイバイ。もう無理。気持ち悪い。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。する目的で作られております。ホストクラブのお店探しならナイツ2。総勢約1000人以上のホストたちとリアルタイムにネットで体感できる。もちろん全て無料でございます。見逃した放送は全てこちら。パソコンはこちらをクリック、そしてスマートフォンは下の概要のリンクからチャンネル登録を今すぐ GO! チャンネル登録チェックイット。